すすぐ横に出島はあります異国情緒あふれる幕末の街を探訪しながら出島の歴史や当時の生活の様子などを楽しく学ぶことができます西側メインゲートを入って料金所を過ぎた右手にヘトル部屋があります1階は総合案内所や出島グッズなどを販売するミュージアムショップ2階は 研修室や学習室として利用しています中央広場の前には1865年に建てられた石倉が復元されています中は大型スクリーンで出島を解説する出島シアターになっていますとても分かりやすい説明なので出島に来たときはまず最初はここに来ましょう出島の木の横には外国人と日本人の信仰の場として建てられた 旧長崎内外クラブが建っています1階は無料の休憩室になっています一番東側のシーボルトが薬草園を作った場所には15分の1に縮小した出島の模型が設置されていますこれは1820年頃の出島を描いたとされる長崎出島の図を参考に再現されたものです